全国高校駅伝の県予選会が今日花巻市で行われました。男子は盛岡大付属が初優勝、女子は花巻東が2連覇を果たしました。第74回全国高等学校駅伝競争大会岩手県予選会、7区間フルマラソンの距離 42.195km をたすきでつなぐ男子の部には16チームが出場しました。レースは序盤、一関学院が先頭に立ちましたが、3区を託された盛岡大付属の1年古川春樹選手が区間新記録24分11秒をマークする見事な走りを見せ、トップに躍り出ました。その後も盛岡大付属はトップを守り抜き、2時間11分26秒で一関学院の29連覇を阻む悲願の初優勝です。まずチームの中での競争をまず自分たちで意識しながら頑張りました。1対1でのやっぱり競り勝つ強さをみんなでつけてこれたので良かったと思います。全国では8位内目指して頑張ります。そしてハーフマラソンと同じ距離を5人でたすきをつなぐ女子の部には9チームが出場しました。レース序盤からトップに立ったのは花巻東。3区では主将で3年の白木美希選手が10分1秒の区間新記録を叩き出します。結果、最後までトップを譲らなかった花巻東が1時間13分34秒の大会新記録で2連覇です。夏の走り込みと、あとは全員の強い気持ちです。去年は20番台が達成できなかったので、今年こそは20番台を目指し、いい走りをしていきたいなと思っています。全国高校駅伝は12月24日に京都市で開かれます。